ポリエステル繊維によって織られた布ポリエステルは、タカ,カルボン酸とポリアルコールと脱水縮合して、エステル結合を形成させることによって合成された重縮合体である。合成繊維やペットボトルの材料として普及している。ポリエステルの合成方法は、ポリアルコールとタカ,カルボン酸を脱水縮合させて作ることを基本とする。この場合、ポリアルコールと 高カ,カルボン酸が交互に配列した形で重合する。したがって、ポリアルコールと高カ,カルボン酸の組み合わせを選択することによって、様々なポリエステルを合成することが可能である。他のポリエステルの合成の手法として、高カ,カルボン酸のエステルを使用して、エステル交換反応も利用される。なお、数々のポリエステルの中で最も多く生産されているものは、 テレフタル酸とエチレングリコールから製造される、ポリエチレンテレフタラートである。なお、PET の樹脂識別コードは1である。ポリエステル樹脂の用途によって、分類名が変化してきた。主なものは次である。繊維や、ペットボトルなどに使われる、テレフタル酸とエチレングリコールを主成分とするもの。繊維では、ダクロン、テトロンなどの商品名のままで呼ばれることも多い。 ボタンなどの成形品、ガラス繊維などで強化して、洗濯、ボートなどに使われるもの。ポリエステルに不法脇を含ませ、スチュレンなどのビニル元を持ったモノマーと成形時に、強重合させる。不法はポリエステルという。アルキド樹脂油脂や、他の樹脂をも反応に加えて、変成したポリエステル樹脂。ポリエチレンテレフタレとは、ポリエチレンテレフタラートとも記述される。 略語は PET である。石油由来の物質である。1941年にイギリスのキャリコプリンターズがテリレンとして発表し、1953年にアメリカのデュポンが特許を取得し工業化した。日本では1957年に定人とトーレがイギリスの ICI 社と技術導入契約を結び、1958年から 生産が開始され、テトロンのブランド名で販売。すでに導入されていたナイロンよりも汎用性が高い、ポリエステルは、医療用の合成繊維として、すぐに広く普及し、間もなく、ユニチカ、東洋棒、朝日化成三菱レイオンクラレ、カネ棒も参入した。なお、このように人によって合成された物質であるのにも、かかわらず、微生物の中には、 ポリエチレンテレフタレートを分解する酵素であるペターゼを発現している種類がいることが発見された。繊維、フィルム、容器など広く使用され、経済性に優れた樹脂である。飲料容器としてペットボトルが広く利用されている。繊維としては耐熱性。 強度に優れ、また染色性や蒸散性にも優れているため、現在生産される医療用繊維の半数近くが PET である。また溶融糸法を防石する際に、糸の形状に変化を与えたり、抗菌素材を練り込んだりすることにより、種々の特性を持った合成繊維とすることが可能である。ポリトリメチレンテレフタレートの略語は PTT である。 テレフタル酸ジメチル、または、テレフタル酸ントイチ、サンプロパンジオールから製造される。PTT 繊維は、日本では、ユニュプラスで、モノフィラメントを、低陣で、ソロテックスとして、マルチフィラメント、単繊維を製造し、トーレデ T-400 あるいは、フィッティとして商品化しており、高い伸縮性と、形状安定性、柔らかい肌触りなどを特徴とする。 ポリブチレンテレフタレトの略語は PBT である。テレフタル酸と一、四部ンジオールから製造される。エンジニアリングプラスチックの一つであり、熱安定性や寸法精度、電気特性に優れるため、電気電子部品や自動車部品などに幅広く利用されている。PBT 繊維は伸縮性に優れており、低人からファインセル、クラレからアートロン、 ユニーチカからワンダロンの商標で商品化されているが、生産量はわずかである。ポリエチレンナフタレートの略語はペンである。2、6、ナフタレンジカルボン酸とエチレングリコールから製造される。PET に比べガス紫外線バリア性、機械強度が高く、ガスト過性が低いため、ビールの、いわゆるペットボトルはペンが素材として使われたことがある。テジンデュポンフィルムより、 テオネックスの商標で商品化され、ABS 写真フィルム、電子部品用素材としても利用されている。ポリブチレンナフタレートの略語は PBN である。2、6、ナフタレンジカルボン酸と1、4ブタンジオールから製造される。耐摩耗性が高く、主にエンジニアリングプラスチックスとして利用される。ありがとうございます。